ずは葉っぱパーツを折りたいと思います。 7.5 センチで紹介します。では色を上にして三角に半分に折ります。こちらを合わせるように半分に折ります。開きます。上と下を合わせるようにこのようにめくって1枚折ります。裏返して同じように折ります。はい、開きます。ここをつまみ持って縁を作って真ん中に合わせるように寄せ上げて段折りに折ります。向きを変えて同じように折ります。はい、このまま裏返してここ角を少しこのように折ります。できればこの部分をのり付けしておいてください。こちら一旦葉っぱのパーツが出来上がりです。ではティースの方からやりたいと思います。こちら葉っぱパーツ裏を向けましてこのままこちらを斜めに折るんですけど、ここのこの縁に合わせるように折ります。こちらも同じように折ります。開いてここをのり付けして貼ります。リースの葉っぱパーツは出来上がりです。ではこちら花パーツ4つと葉っぱパーツ4つを用意します。こちらこの葉っぱパーツのこの四角いこの枠の部分をのり付けします。で、 できれば裏も取り付けしておいてください。そうしましたらこの花パーツ裏を見たら分かるんですけど、ここに挟む部分が花の下にあります。花びらのね、ここへ挟み込んでこの白い部分が隠れるあたりで留めます。次も花パーツ、今度はこちらこのように同じように挟み込みます。はい、ではこれを繰り返してつけていきます。今度はこちら、ここだったらこちら反対側、ここへ挟み込みます。でまた花をこちらを挟み込みます。リースは出来上がりです。横つなぎにする場合ちょっと今回 7.5 センチと 2.5 センチで作りました。こちらは5センチです。葉っぱパーツは5センチ。では
こちら葉っぱパーツを裏向けて、こちら同じようにこちら側へ折ります。そうしましたら今度はこちら反対は下、こういうふうに折ります。もう一つのパーツ、今度はこちら右をこちら側下へ向けて、左は上に向けます。こういう感じで向きを逆に折ります。こちらものり付けしておいてくださいね。では、つけていきます。同じように表裏、のり付け、ここをのり付けしまして、鼻の部分にまたここへ挟み込みます。同じように白い部分が隠れるようにのり付けします。で、次ここへつなぎます。こちら、こうこうで斜めになるように葉っぱをつけてください。こうね、左右対称にこの向きになるように調整して挟み込みます。で、またこの花をこちらを挟み込みます。これで横つなぎは出来上がりです。この後もどんどんつなげていっても可愛いと思います。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。